皆さん、ご機嫌いかがですか？イギミンです。今回は時計調整シリーズ第3弾、電池交換をお送りします。出演はもちろん西ヶ谷さんです。それではスタート。まずは使う道具を紹介します。電池が切れた状態の時計。この時計はフォールディングバックルなので、ベルトを外していきます。バネ棒外しの相先でベルトを外します。オープナーが入る隙間を探します。テコの原理で下に力を入れると簡単に開きます。プラスチックピンセットを使って電池を取り出します。新しい電池もプラスチックピンセットで入れます。電池が浮かないように入れれば OK です。電池押さえがついている場合、ピンセットでずらして電池を外す必要があります。バネ棒外しを使ってベルトを元に戻していきます。ワイ先を使ってバネ棒を戻します。軽く引っ張り外れないことを確認したら完了です。電池交換は気をつけることがたくさんあるんだって。ここからは動画内で説明しきれなかった注意点をまとめてお届けします。鉄のピンセットの時はプラスマイナスでこう持っちゃう。こう持っちゃうとショートしちゃうんで切っちゃうんですよ。もし鉄で掴む時はこの横の側面のプラスの部分、ここを持てば大丈夫。ここは全部全面プラスなので。で、素手で触るときもこう触っちゃうとショートしちゃいます。触るときは指サックをしてると、指サックしてれば大丈夫なので。今回は裏蓋がこじ開けタイプのものを使って電池交換をしていきました。こちらは普段西ヶ谷さんが使っているこじ開けです。こちらもユーマルシェで一部お取り扱い中です。他のタイプの開け方について西ヶ谷ポイントを少し聞きました。一箇所でいきなり全部閉めちゃうとか、対角線で閉めつけて、止めちゃうなら対角線で止めちゃう。だいたい僕は全部仮止めにしてから均等に閉めます。一箇所ずつ閉めると、閉めた後に最初に閉めたところが若干緩んでたり。
一番忘れられないこと。だからしっかり抑えるしかない。今回は電池交換をお送りしました。ご自身で交換をされる方は時計の傷や故障、怪我など十分注意して行ってください。いぎみ商店リューマルシェでは電池交換およびメンテナンスを行っています。詳しくは概要欄をご覧ください。このチャンネルでは時計修理に関する疑問・質問やこの商品はどう使うの？などいろんな声をお待ちしています。皆様からいただきましたご意見を参考に動画作成を進めたいと思っています。YouTube 限定クーポン配布中。詳しくは概要欄へ。